歴史を見に行こう。貫き通すは我が信念。ジスカさん、夜分にどうも。悪いけど、その首サクッともらってくわ。なんだと？いきなり敵の本陣に奇襲とか、なるほど大胆だね、サスケラ。とっとと戻らないといけないんだな。わしは本陣を守りさえすれば、あとは雪村殿の忍びがうまくやってくれるはず。奥の手だ。少しで徳川方の戦力を削ぎます。そうすれば南の方に徳川の船が来てるみたいです。そこを叩けば敵の進行を遅らせられるかも。敵を倒すだけの簡単なお仕事です。てか、ハットリミングってことはこいつは偽物。やってくれるの師匠。やるしかないか。勝利条件変更。見事なお働きです。腕に持ち帰る日も近くなったな。これで終わりってわけだな。ちっ、この気配、戦場全体かよ。私は本来頭脳労働専門なんだけどね。奥の手だ。真田の戦、これに見よ。所詮は灯籠の王に
私も負けてらんない。これはどうかな。ユキム、感服いたします。私は本来頭脳労働専門なんだけどね。僕の手だ。えい、見つかったか。おとなしくやられると思うなよ。解剖。専門なんだけどね。僕の手だ。敵ながら良い働きをしたようだな。師匠の教えが随分役に立ったかな。この一瞬ユキム感服いたします。
覚悟は見定めた。次こそは決着を。待てよ師匠、蹴りならここで。いっつ、サスケ、あんた雪村様。あ、雪。良い武器は良い手、良い品が入っております。